ラインライブをつけたか皆さん分かりますか？分かりますよね。今日何月何日？そう、3月31日で、このずっとレペゼン館も何年間もお世話になり続けたラインライブがなんと本日3月31日にサービスが終了することになる。悲しい。で、何時に終わるんやったっけこれ？あと14分。あと10。なんとこのラインライブ、サービスが終了するのが本日の15時だそうです。ということで、あと14分後にサービスが終了します。すごくない？そんなことあるんや。そう、どうなるんやろと思って配信つけてみた。この配信つけたまんまいきなり3時になった瞬間にバーン閉じるのか、みんな未踏側も野党側もどうなるのかってちょっと気になると思うけん、そう気になるけん、そのあれしました。俺も多分これが最後の LINE ライブになると思うな。だってやりたくてももうできないんだもんね。あと13分で終わっちゃうんだもん。初めて見に来ました今初めて見に来ましたってコメント来たけど、今なんや。すごい、今初めて見に来る人っておるんや。まあこれで終わったら、まあ俺は多分 TikTok ライブに流れるかな、さすがに。うん、他なんか配信ライブ、あ、ミクちゃんもあるよね。あとフォイはインツイッチがメインよね。インタたまにインスタライブやるよね。ふわっちふわっち今からふわっちはやらんな。ふわっちって盛り上がっとうと、ふわっちでマジ稼いどうやつおらん、たまに。いや、たまにいる。なんであんなに稼げるふわっちで。おかしいやろ。運営が投げとろ。運営が投げて喜ばしとうだけやろ、あんな。今から昼飯や。めっちゃお腹減った。腹減りすぎてやばい。なんかつけ麺が、え、間に合う？つけ麺5時までじゃないの？じゃ15時まで。え、15時まで。うん、急げ急げ。それは間に合わない。間に合うって、間に合うって。あと10分。社長でも5時までって言ったの？多分今頼んでも無理や。15時まで入ればつけ麺屋さんってさ、そのギリギリまでやってやん。そうなんすか。やっとうって。急いで、マジ急いで、絶対間に合う。ラスト、今何分って書いてある？ナビに何分つく？あと7分。7分間に合うよ。3分前に着く、試合閉店の。ちょ、急いでちょっと行く。行きます。ありがとうございます。ちょっと飯行かないか、どうしよう、間に合わないか。ちょっと生配信しながらやっちゃダメかもしれん、もしかしたら。どうしよう。でも3時までに食わないかんちゃんね。俺のめちゃめちゃ好きなつけ麺、ちょっと買ってくるけん、ちょっと放送しといて。これだとあと5分で終わっちゃう。いやいや、これ僕で終わったらやばいでしょこれ。はじめまして、DJ フミヤです。頼めるんかな。特製つけ麺みんな買いましょう。はい、みんなこれ。あ、剣だけ買ったらってことですか。はい、剣だけ買っとこう。足痛い。超えるかだけちょっと見てみよう。気になりますね。気になるよね。みんなコメントじゃなくてめちゃめちゃポイントくるよね。みんな多分余っとう分全部使おうっていう感じなんやない。あと4分です。ほら、だって10万までいっとも、おかしい、こんな時間に。めっちゃ投げられてる。めっちゃ投げられてる。すげー。使わんともうもったいないってことやろ。まあどうせゴミになるぐらいなら今投げて。ありがとう。食え、マジうまいけん、ここ勝手に宣伝するけど、あの風雲寺っていう西新宿のつけ麺屋さん、めちゃくちゃうめえ。ここ受験の時に来たもん。え、受験？あ、違ったかもしれん。うん、駒沢です。駒沢受験する時に。そう、あと3分やし、ちょっと見届けようかなと思って。これね、3分ぐらいやったら待ってくれそうですよね、あの感じ。あ、てかまだ開いてないし。あ、開いてないんや。じゃあちょうどいい、それを理由に。しかも券買ってるし。あと2分、来た。あと2分、どうなるっちゃろう。ね、あと2分だ。え、俺特盛りにしました。俺だけ特盛りの券買って。あ、買った、来た。あと俺海苔も追加しとって。海苔、うん、俺海苔いっぱい食う。あー、やばい、皆さん入ってくださいって言われてる。ちょっとこう、俺もう何も言わずにつけていったね。今まで LINE ライブで、 LINE ライブの運営さん、皆さん今までありがとうございました。レペゼンを末永くこんなに応援してくれたの LINE ライブさんだけです。ありがとうございます。これからも LINE ライブの終了は本当に悲しいですが、もう僕たちの LINE ライブへの愛はずっとあるんで、本当にすいません。あと1分でこのサービスが終了するなんて悲しみです。もうちょっと僕ラーメン食わないといけないので、3時まで入らないといけない。あと1分。はい、中入ったか。お、ちょうどもう3時になるよ。確かに。ついに LINE ライブが終了したよ。え、終わったっすか。終わった。え、LINE ライブが終了した。